はい、まずスタートです、スタートは、外と内ですね。1番車と9番車、長嶋選手と酒井選手前取りですね、ここは、関東勢が前ということになりますね、9番1番6番志村選手まで続きます、そして、その後ろに、2番ですね村上選手がいますので、村上選手のラインが中段ということになりますかね。これから4番の山本慎一選手が上昇してきて、そして7番の四季雄選手も上昇してきますね。そしてここは近畿勢となりますね。中段にはそして後方には原田選手、そして渡辺哲夫選手、高原選手ですね。ここは中四国の四国のラインですね。3車後方となります。まあ原田選手も前はね前を取って引いてまくりというねレースだったんですけども、最近ね抑えるレースっていうのも増えてきましたので、まあ、そうなってくるとレースを1回作って、渡辺哲夫選手だったり高原選手だったりはスピードをもらえば突っ込める選手なのでね、このヤヒコバンク直線長いですから、ここはチャンスが出てくると思いますね。あとは何といっても前を取った関東勢ですね。最近調子良くなってきた長嶋選手に、9番の酒井選手が、先導役で引っ張りますから、まあ、酒井選手の、かましが決まれば、ここは、関東勢も有利になってくるのではないでしょうかね。そして、中段にいる、山本選手、村上選手、四季雄選手なんですけども、山本選手は何でもできる選手ですから、まあ、ここは村上選手、浮上ということは十分にありますね。山本選手も前回は前回もその前も最終日は1着取ってますのでね、まあ、その前は富山で優勝もしてますので非常に調子が良くなってきています。村上選手ね兄貴分を連れてここはしっかりと頑張っていくのではないでしょうかね。四季雄選手だいぶ調子が良くなってきたんですけどね、四季雄選手もしっかりとマークをしていくと思います。ここで、打掌の周回ですよね。4番の山本選手が、打掌周回で先頭です。そして、後方から一気に、関東勢が叩きに行くんですよね。酒井選手に長嶋選手、志村選手までついて、行くわけなんですけども、酒井選手の打掌力がねやっぱりお見事ですよね。ホーム戦ではしっかりと、先頭を取りました。そして中段には4番の山本選手がねここ粘ってるんですよね。粘ったところ一気に原田健太郎選手がここをまくり上げるんですけど、このスピードをもらって3番5番の突っ込み見ててください。3番が1個ね内に突っ込んでいっての渡辺哲夫選手も突っ込んでいくんですけどもね、まあ、前で走っていた1番の長嶋選手、まあ、ここはね縦橋もありますからいいんですけども強いんですけども、やっぱ高原選手と渡辺選手の突っ込みはやはりこの原田健太郎選手のスピードをもらって突っ込んできましたので、この弥彦の長い直線はねこれが醍醐味と言ってもいいんではないでしょうかね。1番3番5番というゴール決着でした。